はい。本日のアンケート。じあんた、実は儲かっている。A、うん。ぼちぼちだよ。C だけど。B、ひひは全然だよ。はあごなさわじわじしや。はい。えっとですね。儲かってるという定義が、どういうことなの余裕があるかってことですよね。多分ね。生活していく上で、 ちゃんとご飯も食べて、ね、お家にも住んで車にも乗って子供も育ててなおかつ余っているかということですよね。<laughs> 具体的に言うとですよほらねどんどんいやらしくなっていくしなんか <laughs> お金の話ってこんななるわけよ本当にようんまあ普通に生活はできているのではいはいおかげさまでただそれはもう お金があり余って、毎月ホイール買ってるかて、ちょっと毎月ホイール買ってないですし、はい。<laughs> まあな、なんとかやってるって感じですかね。はい。行きましょう。はい、サイープさん、リスナーの皆さん、岡どかりです。こんにちは。儲かっていますよ。 t ーサージを聞き始めてからいろんな知識もつくし、面白い話も聞けるようになったので、大変儲かっています。これからも知的なためになる品のあるラジオをよろしくお願いします。では最後まで頑張りすぎないぐらい頑張って。っていうね。これ今年一番の皮肉ですよね。このメールね。拡大してハットを壊してさ、これ。<laughs> 知的な。ありがとうね。 <laughs> はい、すいません、ありがとうございます。知的な番組がこんなアンケート取るかや、儲かってますかアンリー、安心ダイレクトね。<laughs> イブさんこんにちはポロリーマン＆ザお金ためをです。はい、漢字当ててますねお金ためを。はい、アンケート A ですよもう月給制ですがとりあえず儲かっています。でもほぼ消えます。 大学生一人、予備校生一人、中3が一人の出費と食費がすごいです。私は物欲を捨てる訓練をしていますので、ある程度は大丈夫です。ゴールデンウィークは、空を見たり、石を見たり、掃除をしたりして過ごしますよ。心が豊かになれるように。サンキューベイビー。はい、ポロリマンス素敵なゴールデンウィークですね。初日は空を見て、二日目は石を見て。<laughs> <laughs> 海ぐらいや石ってぬんいやいや石も楽しいかもしれないですけど分からんけど <laughs> ありがとうでもこれあれだな今われわれがちょうどなんかあれだねお,お金かかるタイミングの感じになってるね大学生一人予備校予備校1例から出じてな予備校だよ中3も一人いるから塾も行ってるでしょ多分いや今一番お金かかる時期かもしれんな あ頑張りましょうはい石も見てしいいや <laughs> 皆さんこんにちは今日は匿名希望ではいどうぞアンサーは A ですおいいね A って書け,けるっていいね転職してから劇的に変わりました条件がすべてアップしたので前は2つ掛け持ちしていましたが1つに絞られ時間も多少余裕が出てきたので趣味資格の勉強中 コロナ明けから人員不足が目立ち知り合いはずっとパートでしたが65歳になったけど正社員で他より採用されて退社しました給料もアップしたそうよかった健康に気をつけずっと働いていたいなはい匿名希望さんありがとうございますそうかコロナ明けてからねだいぶ条件が良くなったよかったね 三年ぐらいあったからね、コロナの期間ってね、苦しい時期。まったんでやからやん、もる仕事もないやん。はぁ、あ、貴様な。デージタンドや。ね。イブさん、こんにちは。チーム洋服屋市場のきです。こんにちは。はい、儲かっています。いいね。朝シャッターを開けるのをウォーキングの方が手伝ってくれ。惣菜屋のニーニーがコーヒーを差し入れしてくれ。獅子屋の姉さんがユンタクに来て。 投稿する男の子が、私の下駄の音がいいねと挨拶をして、飲み屋のマーマーがほろ酔いで、今日は儲かったから、つって、ハンバーガー来くれました。これ私儲かっているよね。はい。選曲万来、ガッポガッポ濃いって言われてますね。いや、これはね、マキさん、これ素晴らしいですよ。なんていうのかな。お金の儲けではなくて、この、なん心の儲けというかね、街中のね、この風景。いや 見てこな、終わった番組。こんなんや、スタートはねえ、この番組と思ったけど、こんなんもん、速攻始めて10分でいい番組だと、んどうや。こんなのがいっぱい来たらいいな。いっぱいは来ないんだよな。<laughs> はい。コマーシャルです。はい。じ実は儲かっているの ?A? はい。ぼちぼちだね。C だよ。B? うんうん。全然どうや。はい、へえ。 X ね、ショッカー戦闘員さん。俺お金の管理能力全然ないです。ショッカーでお金の管理能力ないっても、怪我もするはずだし、ユニホームも破れるはずだし、ね隣で爆破とか起こるはずですけど大丈夫なんですかね。保険とかありますショッカーさん。なんかこの仕事中に怪我したとかの。<laughs> 皆さん、こんにちは。今日休みだからゆっくり聞いてますね。どうも、チキチキボンバイエーです。こんにちは。アンサー B だよ。働けど働けど、我が暮らしなお楽にならざる。真っただ中ですけど、小学3年の息子が、食べても食べてもお腹空いたけどご飯ないねって聞いてきてビビっているよ。だから最近夕飯時間になると、息子に、これは夕飯だからしっかり食べます。夜は何も食べません。はい、行ってみ。 と復唱させているよ渋々夜は何も食べませんって言うけどさ2時間したらお腹空いたんだけどどうすればいいって聞かれるさ育ち盛りって中核ぐらいからじゃないの今のところ横にしか成長していない気がするよ儲かったらますます横にでかくなるから今の生活で満足しておこうねはい。チキチキボンバイさん <laughs> どうもありがとうございます いや僕はもう夜は何も食べませんよ」っつって2時間したら「お腹空すいたんだけど何食べる?」っつってね「なんかない?」って,言って <laughs> はいありがとうございますでもねお母さんこんなって言われたらでもねあんたさっきも食べたでしょって言いながらもうお腹空かしてるの食べそうなるからね開けたくなるんだよ多分ねうんヒープリー D さん皆さん、えー、リスナーの皆さん息子は真夕命ですよろしくお願いいたしますはいこんにちは 今日は朝から蒸し暑い天気。アンサー、B、全然儲けてないです。お金に羽がついてるみたいに出ていきます。あー、クワガナに、レトロのコカ・コーラの非売品のグラブたくさん開けたけど、売ればよかったしすさ。はい。まゆさんどうもありがとうございます。J、クワガナさん、たくさんもらったわけ、レトロの。おー。今からでもお金取ったら。<laughs> はい。ありがとうございます。眉毛さん、いい人すぎるんだよな。冷蔵庫とかも開けてるするさ。えー、困ってる人がいて、冷蔵庫ないね。つって、冷蔵庫開けたりとか、いろいろやるんだよね。確かね。あまあでも、こんないいこと言った後から戻ってくると信じたいですね。ラジオネーム、中文チアシガヌーヤガさん。はい,さい、サイヒープ兄貴。こんにちは。アンケート、ジェンジェンの B。出ていく一方でマイナスやん。ヒープさん、二人でもお会いしようぜ。 ででは時間まで読んだ千葉十分チヤシガヌヤガさんありがとうございますおー二人でも会えうん俺から最初に取っていい <laughs> <laughs> すぐ品ぎ <laughs> 一回しかないもう会い二人のもう会いこれただの金銭セびりだよね二人でやるもう会いで一回で逃げるっつったらねただの窃盗うや <laughs> 皆様こんにちは。ラジオネーム優勢のパパです。こんにちは。今日のアンケート、全然儲かっていないよ。絶賛引っ越し作業中、いかに不必要なものを買っているかの反省の繰り返し、本当に必要なものを吟味していたら、その分は財布が膨れていたのかなと思う。でもさ、趣味のものだったり、セール品、特に半額とか限定品には弱いんだよな。 宝くじもある種の社会貢献と思って期待しつつ、サマージャンボと年末ジャンボ分かっていますよ。世の中投資ブームですが、僕には汗水垂らして地道に働いて、美味しいご飯を家族で囲むのが幸せかな。てなわけで新築も40年ローンで建てたし、わらわも立派に育ってないといけないし、父ちゃん頑張るぞ。ヒップさん、応援してね。応援するよ。ねえ、優勢のパパさん。ありがとうございます。家も建てた。貴様は頑張りましたね。 まあ、頑張りましたねって今からまだ払うんですけど、頑張りましょう。うーん、ね趣味のものねトータルで言ったらもうこれ確かにね、チャッタ使ってるわでなるけど、でも、その分趣味のものっていうのは自分にね、生活を楽しくしてくれてるわけだから、うーん、もう、必要な投資って思うようにしてるよ、一応。これやったから仕事頑張ってるって思うように一応してますけどね。うーん こんにちは。猫のデコが好きです。こんにちは。アンケートを B、儲かりたい。は仕事したい。コツコツ自分で働いて、まとまったお金ができたら、投資とかさ、ちょっとこういうのもやっていきたいね。はい。猫のデコが好きさん。ありがとうございます。ねえ。いや、ほんとそうですよ。こういうのに詳しいと、羨ましいね。投資とかね。あのね、株とかね。うん 孫4人いるけど娘、何か、こんにちは、やんばる娘です <laughs>。もうこの入り方いいんじゃないか、もう分かってるよ。儲けてないな。頑張って働かんと。孫ゴールデンウィーク遊ぶし、5月の誕生日の孫がいるし、おばあちゃんは頑張って働くよ。な、やんばる娘さん。もうよ、孫で来てからヌーガのスイッチが入った温度や。孫のためにっつってからや。一生懸命働いて孫に美味しいのを食べさせてあげたいとか、孫になんかプレゼントあげたいっつってからや。 うんいやいいですよこれがもうななな若さの秘訣だからねうん健康の秘訣でもあったりするからね上等やさうんねはいジェヤンバル娘さんの孫、ね、誕生日はもう何がいいって言って今から考えとったわけですようんあのお父さんお母さんのアド,アドバイスよく聞いたらいいよ <laughs> はいコマーシャルです <laughs> 皆さんこんにちは SO と申します こんにちは早速アンサー B「儲かってないです山もない土地もない家に居場所もない蒔絵メールも来ないどんなんしたら潤った生活送れるんですかねおもしくない」「リクエストケンナでコでよバヨマリカやマリコ」まあ <laughs> <laughs> いや、あのね、土地、山もない土地もない、家に居場所もないごめんなさい。俺はもう関与してないですけど、負けメールも来ないっていうのは非常に申し訳ないですよね。あ人には2通来てる人もいるけど、ワーには 1, 1通も来ないって書いてたから、ね、<laughs> 珍しいやつ。なんでかな <laughs> どういうことなんでしょうかね。友文さん。はい。マジでガソリン代のために働いてるって思うこともある。転職。てんてんてん。 ヒブさん、カバン持ちとかありますか愚痴も聞きますし。うん。あ、今、全然これ間に合ってんで、ね、大丈夫です。ありがとうございます。ね、今の仕事頑張りましょうね。はい。ありがとう。愚痴も聞きますし、別に僕俺友分に愚痴ること何もないです。ヒ <laughs> ブ <laughs> <laughs> さん、こんにちは。T14 です。こんにちは。何ですかこのアンケートは。儲かってるわけないじゃないですか。給料は上がらんのに物価ばっかり上がって。 ただのヒープーさんのマウント取りテーマじゃないですか。ヒープーさん、儲かってるなら大谷みたいにみんなにグローブばらまくみたいに現金ばらまいてもらえませんかでは、千葉ってちょんまげ。タイトル、おもしくない。おもしくないって書く人、今日いっぱいいますね <laughs>。<laughs> はい、ありがとうございます。いやいや、あんな世界の大谷さんと同じであるはずがないだろうというね。はい。 ヒープーさん、小磯さん、赤峰慶子先生、皆さん、こんにちは。いつものみで青い野球帽子です。はい。こんにちは。いい天気ですね。アンケートを B、設けてはないです。お金を使わないだけです。ケチっているわけではない。安い服や靴はそれなり。高いものは持ちがいいのでお金が貯まりますよ。倹約かと言ってください。ではヒープーさん、時間までよたしく。はい。青い野球帽子さん、ありがとうございます。 青い野球ボイさん、確か昔あれやったんどうや。あの、貯金こんだけあるよって、怒ってきてたよね。教え、教えてね。<laughs> いやいや、頑張ってるなと思いながら僕は見てましたけど、そっか。意外に、あの、あれなんだね。確かにそ当たってるよ。いいもの買ったら長く使うから、丁寧に。結局、長持ちするんですよね。安物買いの銭失いじゃなくて。 これは確かに当たってるな。倹約、うん、かいいですね。はい。皆さんお疲れ様です。北海道から函館山のイカールです。ひぶさん、やっと桜が満開になったよ。だいぶ、もう2ヶ月、3ヶ月ぐらい後だな。すごいな。して、答え日、稼いでもお金は蒸発するよ。なんでかというと、北海道の冬は寒さ厳しいんだけど、この期間ずっと暖房、24時間つけっぱなし。そうか。 今燃料が高いから1ヶ月の暖房費4万を超えるよ。これがよ、4ヶ月は続くさ。して、冬は16インチのタイヤをスタッドレスタイヤに交換。5年ごとに新品に買い替え。これも高いから財布も寒いよ。まあただ、冬はスキーで遊べるからいいんだけどね。じゃあまた。うん、はい。函館山のイカールさん、ありがとうございます。すごいね。全然生活のパターンが違うね、沖縄とね。 いや、沖縄暑いけど、冷房、チャージけをするけど、24時間ずっとつけっぱなしではないと思うんですよ、どのお家でも。家いないときは多分消してるはずだし、扇風機と併用しているはずだし、そう考えたら、だから寒かって、いいもったいないからで暖房消したらもう変な話、どんどん気温が下がっていって、命にかかってくるからね。あと、スタッドレスタイヤ。そう。 これ風になって雪降ったらこれに変えないといけないわけ。あとワンセット準備しとかんといけんわけよ。4本。そう。雪降ってきたらこれに交換するわけ。まあ、俺は好きだからいいけど、そうじゃない人にとってなんでこんなってタイヤも変えないといけんばってなるからね。5年に1回新品に変えないといけないし、またスリップするからね。はい。コマーシャルです。んこんにちは、イブさん。ラジオネームアナナスコモススです。こんにちは。アンサー、A、へ儲かっているよ。 昨日はトマトもらった一昨日はナスもらった自分はベニもたくさん収穫したよ今日は庭のニラ使ってニラ玉にするんお金ないよ芋しかない現物支給江戸時代みたいなパターン <laughs> お米で子宮みたいなねうん <laughs> あまあでもね こういうの、だから、あれなんですよ。お金としては儲かってないけど、これ、トマトもらったりナスもらったりするっていうことは、そういう付き合いがあるっていうことですよね。近所と。これは、本当にいいことだなって思うんですよ。まあ、俺が言うとデジー嘘くさく聞こえるけど、お金には変えられないものがあるわけじゃないですか。デジー嘘くさいな。<laughs> 今のタイミングで言ったら死に嘘くさいな。いや、でも、そう思うんだけどな。皆様、こんにちは。よだれ首です。こんにちは。 今日のアンサーえあんまり大きな声で言えんけど少し儲かっているよ。わんわんよ。株をやってるんだけどよ。ちょうど春先に株価が4万円を突破した時に一度持ち株を全部、え、利格、利益確定のことしたのよ。もう心当たりが株価のピークだと判断してね。大体株ってみんなが買い出すようになるとそこがピークになりやすいんだよね。まあこういうわかりやすい相場ってあんまりないんだけどね。おかげでそれなりの儲けがあったんで、ゴールデンウィークに海外へ家族旅行に行けてよかったよ。 わかる人だ、これ、株。よだれ首さん。ありがとうございます。わかる人はこうなるわけですね。今、売るとか、今、買うとか。ね。はあ、投稿リスナーの大先輩方、お邪魔させていただきます。70歳には見えない70歳。多分、69歳ぐらいに見えらず、ラジオネーム、青いサンごしょうま 聞くだけリスナー卒業しました。はい。もう何回も採用されてますからね。アンケート A。今日のアンケートのお題が難儀だな。ちょっとした縁で視覚障害の方の同行援護という時間アルバイト的なお仕事をしていますよ。年金暮らしなのでそれなりの年金の足しになり儲かっていると言えますよ。だけど儲かっていると言えば沖縄のヒーロー。やはりヒープーだと思います。世の中のためにどんどん使って沖縄の経済の発展に努めましょうね。 ステッカー欲しいんだけど家島行きまだ迷いますよ。ますよ。はい。葵さんご庄慢さん、どうもありがとうございます。じゃあもう迷ってるっていうことですけど、家島に行ってね、葵さんご庄慢さんも経済回してください、ぜひね。どんどん使って。ステッカーもありますよ。うん。<laughs> 儲かってるといえば僕ではないんですけどね。<laughs> そう、いうイメージなのかな、うん、はい。1時になりました。T サージパラダイス。午後の仕事もですね。車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたします。はい。ババンのコーナー。えー、ともむんさんの。さっきの俺に、ババン。ちょっと勾配のある坂道に。車を止めて配達。1分ほどで戻ったら。D のまま。サイドブレーキも引っ張ってない。 一瞬で青ざめました。やがて自走やたん。前には車いたし。危ない、これ。これ怖い。ニュートラルでもないし。ニュートラル、これ、上り向けに D のまま入れてたからちょうど止まってたってことなのかな。うわ、怖はい、気をつけてご配達の皆さん、気をつけてくださいね。本当に。はい。さあ、本日のアンケート。 実は儲かっている。A、はい、ぼちぼち。C だよ。B、いい、いい、いい、ジェンジェン。はい。さあ、そして、昼ぼけのお題。え、正直それどっちも一緒でしょう。って思っているものありますか懸命に昼ぼけと忘れずに。メールで参加する方は hip、hip.rokinawa.co.jp、ok。電話がですね、098。 869-8640。はい。ファックスが098、869-2202となっておりますので、まだまだ張り切って参加してみてください。お待ちしておりますよ。 はい、じゃあね、皆さんのお誕生日を晩目化してからね、お祝いしましょうね。陸海空さんから、えー、今日はよ、とあみ名人の、亀、うん、仙人さんの生まれ日になってますよ。とあみを投げる格好がカメハメハにそっくりで、またカメハメハ見せてくださいね。あと、森和光年さんも誕生日ですね、ということで。はい。亀仙人さん、そして森和子さんお誕生日おめでとうございます、ということで。 あの、幸せ連絡船さんからも、森和子さん、赤チデービルの森和子さんの誕生日ですと、えーラ、ラジオ沖縄にはいろんなチームがありますが、チーム森和子は最大派閥だと言っても過言ではありません。そうでしょうね。ちなみに自分はチーム森和子船舶部担当を務めております。船舶部ってあるんだ。イブさん、盛大にお祝いしてくださいということで。はい。森和子さん、たくさん来ております。ルパンがした藤子ちゃんからも、クワガナーさんからも来ております。おめでとうございます。 で、亀仙人です。ヒープーさん、こんにちは。今日で満69歳の六軒老の私の、うん、私を、うんで、祝うヒープーさんに感謝を込めて、うわあのしし、君総理王祭。年金収めた分降りてくるから儲かってるかもーの A ですね、ということで。はい。自分で買ってくださいね、亀仙人さんね。うわあのししはね。<laughs> 69歳の誕生日。おめでとうございます。69? 見えないね。 やっぱ若いっすね。はい。えー、皆さんご無沙汰しています。モスキートです。あ、そうそう、モスキートさんも誕生日だ。今日私の、えー、60、56回目の生まれ日です。産んでくれた母ちゃんに感謝。また一年、いたしゅくです。ということで。はい。モスキートさん、56歳のお誕生日、おめでとうございます。はい。体に気をつけて、プラモデルね。楽しみにしてますよ。本当に。はい。河内のイモカリントさん。 一日早いですが、明日27日は、私の57回目の生まれ日になります。ヒープさんのいつものフンをいただきたく、お願いします。ほぼ同世代ですね。はい。河内の芋カリンとさん、57歳のお誕生日、おめでとうございます。ま、あ50でも楽しいですね。うん。ヒープさん、ハイサイ、えー、高広弥平。はい、こんにちは。えー、明日4月の27日は、俺の33歳の誕生日です。ヒープさんからおめでとうのお祝いをしてほしいです。 30代か無敵。ね。はい。33歳のお誕生日、高弘さん。おめでとうございます。えー、コンコンチ。娘は反抗期のリーリーです。こんにちは。早速ですが、明日27日は私の生まれ日になっています。ヒープーさん。今年もいつものゆたしくです。人によっては明日から連休とか行ってる人たちもいるようですが、私は連休とか関係ない職種なんで仕事っす。あ、そういえば今日は、亀仙人さんの誕生日でしたよね。おめでとうございます。ね、本日もラストまで。ファイティン。 はいえー、リ,リーさん27日明日お誕生日おめでとうございますねブさんはじめましていつもは聞くだけリスナー匿名、えー、きぼみーと申しますはいグルコムやりますかじゃあえー、っとね匿名きぼみーさんはじめましてウェルカム。フんはいありがとうございますメンソーレ今日は勇気を出して初めてメールを送ってみましたかっこキャ 実は、明日27日は、私の大好きなイケペイさんの48歳のお誕生日なんです。キャー、行っちゃったそんなイケペイさんは T ーサージとヒープーさんのファンです。いつも、はーヒープーさんから誕生日プレゼントの山か、軍用地もらいたいやつさって言ってるのでお願いしますね。あ、最後にたくさんいるイケペイさんファンの女性たちに、私、匿名希望に宣戦布告しちゃいます。イケペイさんは私のもんなんだから、誰にも渡さないんだからねっていうことで、ね、ーデイジ事なと。 ごめん、ひま、ね、みさん。はい。えけべや、誕生日やんば ?48 歳の。ん ?T <あ>サージとヒープーさんのファンって言ってるけど。だ、本人か知恵ねんしが。<laughs> <laughs> や、なや、や、また、周りのところ聞いてんじゃねえかお前、おめほん。<laughs> いいけど、別に。はい。おめでとうございます。では、26日、そして週末を誕生日の皆さん、まとめておめでとうございます。はい。 ハッピーバースデーんはい。週末お誕生日の皆さんの向こう一年間が絶対に健康で、うん。そしてデ、デージ笑える楽しい一年になりますように、おめでとうございます。こっち食べてくださいね。肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよ。はい。さあ、そして来週なんですけど、公開放送のお知らせですね。 5月3日金曜日、来週の金曜日の T ーサージパラダイスは T ーサージパラダイス家島ゆり祭りスペシャルと題しまして第27回家島ゆり祭り開催中のイエソンリリーフィールド公演から公開生放送をやりますよと。はい。会場リポーターは家島の元気娘、戸口明菜さん。 秋名はね、もうこれも定番ですね。はい。そして歌のゲストはこちらも家島の歌姫、アンリ。久しぶり年ぶりになりますね。楽しみですね。家島の空と青い海の青を背景に百万輪の咲き誇るユリと島のマーサムを一緒に楽しみましょう。ここからが大事なんですけど、会場でメッセージカードを書いてくださった方に特製ユタシクステッカープレゼント。 これ、早い者勝ちなんですね。これ、公開放送の時にしかこのユータシックステッカーって開けてないので、まだ持ってないよという方はぜひ来てほしい。はい。ということで、5月3日金曜日は、イエソン・リリー・フィールドにイメンショリージ処理。はい。ぜひ、お待ちしております。ね。特製、何色になるのかなうーん。ユリ、ユリだからな。 白はでも前からあるからな。な、何になるんでしょうかね。はい。では一曲。え、ラジオネーム息子は眉ゆいのちさん。そして、アフィーさん。小ガナーさん。他多数の皆様からのリクエスト。キーエマ商店でジンガネーラン入りました。かっこいいね。はい。ターボで、シャイニングロードという曲をね、ラジオから浴び出しましたけどね。死にかっこいいやし。はい。皆さんぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いします。 さあ、では、アンケート戻りまして、ね、実は儲かっている。A がはい、B がいいえ。大阪からラジオ名前、静かなサニー1300です。ヒブさん、こんにちは。こんにちは。答え B、ダメですね。マキエメールの A、ぼちぼちって書いてたけど、大阪だったら B でもぼちぼちって使うかな。まあまあ、ごまかす意味でね。ヒブさん、今、バブル傾向だから株とか投資信託とかおすすめよ。余裕があるお金はそちらにぶち込みましょう。 よく聞くんですけどね。はい。静かなサニー1303。どうもありがとうございます。あ儲かってるとき以外も大阪ぼちぼちって言うのまあ、ぼちぼちかなってダメなときにも言う。どっちか分からんねえじゃねえ。うーん。チラか。その時の。ぼちぼちって言ってる時のチラで判断するんか。ニヤニヤしながら言ってるときは儲かっている。うちんとしてるときは儲かってないってことか。うーん、ありがとうございます。いやー。 えー、こんにちは、イブさん。唐辛子農家魚雷です。こんにちは。アンケートを帯び、独立3年目のシーズンに入り、えー、今年が勝負の年です。なんとかき、えー、去年で黒字に持ち込みましたが、生活費は稼げてないです。えー、そうなの今年で軌道に乗せるべく、今日も燃える男の赤いトラクターを走らせています。儲かったら沖縄行きますね。では、大儲けを夢見て送信。はい。唐辛子農家魚雷さん、どうもありがとうございます。 あのー、僕と同じ、あのー、車乗ってるんですよ。一個新しい方ですけど、だからそれも頑張ってね、復活させるようにしてほしいなと願っておりますよ、僕も。はい。えー、クワガナーさん、ヒプーはい、カットです。うん。いや、よくこれ読めると思って書いてきたなよ、これな。<laughs> さあ、アンサー B。もしもうか していたとして青い野球帽子みたいにガニでラジオに貯金もいくら貯まってるっては言えないな貯金も貯まったら溜まったですぐにバイクや給車もニコニコ現金払いで購入するし貯金は底をつき始めているのでまたコツコツお金を貯めないとだなヒプーヒプヒップもムーキーヤーでお金で左内ちだと思うがお金は毎日仕事して苦労してコツコツと貯めるのが一番だよ反省 <laughs> 俺もそうしてるよや <laughs> 毎日コツコツ働いてやってるよや 一緒カモ <laughs> の母です。こんにちは。B。儲かってたら手土産持って公開放送見に行ってるはずね。1行しか書いていないのに今日この紙が重たい。この A4 の紙が重たい今。ねえ。 <laughs> <laughs> もうだって「俺こんなやったらねえ」って仕切りにさえもうかつったらお土産持って後悔薄いってるよやつってなんかごめんなさいねすいません本当にに <laughs> んかなんか魚でしました今僕ね <laughs> はいサイヒップさんビール上空ーーですこんにちははーなあのアンサー B ついにリスナーの財布事情まで探るアンケートーだね次は通帳の置き場所どこですかとか取るんじゃない してや、儲けるどころか、ひゃ。最近も法務局行って、収入因子4万。固定資産税3万。一日で、ゆきち7万円も羽ね広げて飛んでてさ、ひゃ。一軒家を固定資産税あるから何儀さ。で、時間までよなちばりよ。はい。ビル・ジョーグさん。ありがとうございます。出た固定資産税。土地とか建物にかかる税金。固定動かない資産に関す、かかる税金。 ねえ土地が上がったり下がったりしたりとか建物の大きさとかあんなのでみんな違ってくるわけですよ税金ってねえ本当にもう皆さんこんにちは家島さんのクールビズですこんにちは今日は太陽表って湿気もありなかなか暑いどっか雨でも降ってるんですかね死に雨降りが終たっではあるよだから湿気がすごいよね今日のアンサー B 生活費に始まり家の支払いに大変 子供4人ともなると食費にしろスポーツにしろ何にしろ金のかかることまあ今は医療や何やら子供に関わる補助が昔では考えられんぐらい助かっていますがそれでもきつい補助がなければ今頃破産していますな稼げば稼ぐほど税金を引かれるし中途半端に稼ぐぐらいなら休むとか考えてもいろいろ高騰してるからそうとも言えないし難しいですねイ部さん儲け話があれば教えてくださいではまたはい 家島さんのクールビズさんどうもありがとうございます。ということは自営業なのかな申しゃけば稼ごうと税金引かれるっていうことは。ね。うーん。まああのそういうクールビズさんみたいな方のためにです、ね、今日はねあのこちらの壺をご用意いたしました。ね。持ってるだけでお金がどんどん入ってくるっていう壺。はい。 もうあの何人もねあの「ヒップさんありがとう」っていうメールも届いておりますよはい今日ラジオ聴いてる方は限定でね「<laughs> 俺かやあるかや俺が勝ってるよこんなのあるんだったら <laughs> ヒップさん皆さんこんにちは笑う方にスポットライトですこんにちはアンサー B だよ「いいいいもうかってないよ全然もうかってないよ貯金もないけど借金もないから今のところこれでいいのだ」 ではそれぞれのゴーールデンウィーク安全第一で楽しんでくださいね、はいねはお久しぶりです風邪ひいて寝込んでましたっていうことを気をつけてくださいね治ったのかなよかったね笑う角にスポットライトさん,んこれもうーんこれも一応大事ではあるよまあ貯金あんまりないけど借金もない借金もないっていうのは大事ではあるよねローンとまた借金は違うからさほらねそうそうそうですようん こんにちは。名古屋の野の中です。こんにちは。アンサー B 儲かってはないですね。けど、よく聞いて皆さん。えー、聞いてよ。けど、毎晩晩酌できて、息子は不自由なく学校や部活や遊びに行かせられて、たまに旅行したり美味しいものを食べたり、借金もないですし、まあ、もう少し貯金できたらなと思いますが、特に不満はないですね。聞いた皆さん。 何でもないようなことが幸せだったと思うんだよ。誰かが言ってたけど、誰か、誰か、誰が誰言ってたか、これは。そういうことですよ、要するに。皆さん、この日々の小さい晩酌、ねバターワラバーターヒッチブカついて遊びにも行って、ね、2回旅行しようか、つって美味しいのも食べて、ほらそこにあるじゃないか、幸せは。何なんだ、君たちは。ぬわじとう何にわじとうがや <laughs>。 ポロリーマンです。ラジオと石があればいいんですよ。ということで。さっきの石これね。さっきの石の写真これね。違う。もうじゃあ無人島行っても大丈夫だね。ラジオと石があればね。ポロリーマンさんね。大丈夫なんでしょ俺もうちょっとあった方がいいな、俺は。俺石はいらないから。うん。<laughs> ど,んいやどんだけそぎ落としてこんななってるラジオと石でいいんだよ。 えっとね、優しさ特命にしさにますこれは、ねはい、アンサー A この島ありがたいことに野菜もらえとかー魚もらえとかめちゃめちゃ食費助かっていますメスの鶏かっこ名前こけしも順調に卵産んでくれていますお酒も飲みに連れて行ってもらえば大体おってもらえますイエーイそんなこんなで毎月8万ぐらいを貯金できてますよラジオネームバレてるから内緒にしててよ いや,いやこれ最後に書かんけ最初に書けこれじゃあ最初に匿名ってやがて読むところや単いはいありがとうございます食費が浮く飲みに行っても浮く最高だね月8万貯金してるってすごくないいやあありがとうございます素晴らしい。 えー、ヒブさん皆さん、ハイサイ東京からラジオネーム、ガワミと申します。今日も生きてます。本日もいたしくです。はい、こんにちは。さて、今日のアンサー B かな。ぼちぼちでんがな。一応ありがたいことに若干お給料上がったし、春にボーナスも出ましたけど、余裕はないですよ。仕事もやる気上がんないから、稼いだきはしないので、我慢量です。我慢量給料ヒーブさんから8000円の壺だって、まだ持ち合わせてなくて、持ち合わせなくて、帰ってないですもん。 外に出るときは全裸で髪も髭もボサボサっていうわけにはいかないじゃないですかそうなるとやれ美容室や洋服スキンケアだって生きていくための出費ですし実は結構値上がりがきついんですよねそのためになるべく工夫して安く抑えたりするのも大切ですねじゃあ今日も明るく楽しく最後まで頑張ってくださいはいガミさんありがとうございますいやこれはでも素晴らしいと思いますよガミさんねえ 髪細ボ々サボサとか髭細ボ々サボサでいけないから美容室とか洋服スキンケアもキーチカット温度ねそれに比べて <laughs> <laughs> それに比べ本当によタンタンのママさんはいえー 富士が綺麗なのでカメラ持って見に行ったら暑い混んでる写真まともに撮れないで買い物して帰ってきた淡々タのママです。はい。あの、花の富士ね。うん。旦那の膨大な借金を返済し終わりました。なのでやっと普通の生活ができるかと思ったら娘の学費のお知らせの手紙が来たよ。おまけに水槽学部の部費も間もなくお知らせ来るのでもう逃げたい。ああ 家島か国葬の日、密かに行っちゃおうかなと、飛行機検索したけど、一気に現実に引き戻されたよね。今年は車検に、家賃の更新、ドカッと出ていくものがあるんで、全然お金足らん。ひーじゃあパイセンになりたいな。はい。だんだろう、どうも、もありがとうございます。あの、パイセンさんあの、よく X にね、嘘の写真載せますけど、これ俺だよっつって、レオンか何かから引っ張ってきた。 サングラスかけてる。外国のおじさんの写真に載せますけど、あの人ではないですよ。ないんですけど、ないんですけど、ひっちり出張行くんですよ。内地に。役とよ。儲かってるかもしらんな。ああ見えて。ああ見えてってどう見えてるかわからんけど。あそうそう。儲かってる風がするんだよな。じ、どうですか、パイセン。本当に。ねはい。コマーシャルです。パッと見たら、ヒージャーパイセンさんのね、 X ののポストっていうのか今ねアンケートへムーキーだからねほらやっぱりヤシが今一番割のいい仕事といえばティーサージパラダイスのパーソナリティなんだよなクーラー効かせた部屋でビール飲みながら女子アナに肩もませて鼻くじりながらメールを適当に読んでシェイビロイって言っとけば月100だもんなフラーラニアええい,いよ 紹介しでこんな仕事あるんだったら俺がやるよ。最高やしんクーラーを効いてる確かに。ビールは飲んでない。女子アナに肩もましたけど一回もない。鼻をたまにくじる。メールは適当には読んでないし、読んでる時もある。シェービロイっては言うこれで月100ではない。<laughs> <laughs> はい。ありがとうございます。正しい情報をね、皆さんに提供しないといけませんからね。えー、こんにちは。えっと、優しさ匿名にします。アンケートのアンサーへ。 今勤めている会社が外資系でお給料をたくさんいただけるので儲かっています。あきさみはいいな。さらに株 n i 確定拠出年金で資産運用もしています。しかし、夫が紐になる可能性があるため、どれだけ資産を持っているかは夫には内緒にしています。なので、今日の t サージは読まれても夫には聞かせません。はい、優しさ特名にしときましょうね。じゃあね、いいな。こんなの詳しいって。うーん 特命さん僕の目運用しませんただでうん誰かお願いしたい本当に運用コンコン今日巻いてますか皆さんえチンポッテガスのオレンジ団地ですこんにちは儲かるはずの A この春でわらばが全員就職したからとっても楽になるはず。これまでも贅沢せずコツコツ貯めてたけど、貯めては急な出費の繰り返しだった。上を望まなければそれなりにいい暮らしができるはず。30年前お金もなく車も買えず、会社勤めが終わって2時間半かけて家に帰ってたのが懐かしいさ。歩いてってたってこと昔は。ええ、オレンジ団地さん。はい。 そうか、全員就職決まった。よかったね。おめでとうございます。もう本当にほっと肩の荷が降りたんじゃないでしょうかねうん。今からだな、じゃあな。楽しみおや、はあ。チームぽってかすって言ってごめんね、なんか。いや、ごめんねっていうか、どうで帰ってきてるからな。<laughs> 俺が言ったわけじゃないからな。では一曲、ラジオネームタクゾー RX さんからのリクエスト、篠原智恵で丸儲け入りました。T サージパラダイス。昼にボケとこ はい。やってきましたよ。昼ボケのコーナーということでね。今日もね、一番面白いベストギリスを決めましょうね。はい。今週はですね、番外編ということで、まあ正直それどっちも一緒でしょって思っているものあります何も変わらんはらにっていうね。はい。行きましょう。えー、本日一発目、ラジオネーム、モートーさんの正直それどっちも一緒でしょうと思っているもの。お前、老けたな。 って言われた俺ヤ、うん、ーモヤさんにっていうねヤーモカーランドやって同級生あるあるだなうん続きましてラジオネームかがしら2時50分さんの「正直それどっちも一緒でしょう」と思っているもの「<music> 最強な母親とサモハンキンポ <laughs> これ見た目が似てるってことか <laughs> 一緒でいや一緒でいいバーや ドゥーノーかサモハンキンポーさんと一緒でこのなやったサモハンキンポーさんに失礼なのかどっちに失礼なのかな <laughs> <laughs> 続きましてイ治伊達さんの正直それどっちも一緒でしょうと思っているもの <music> 父の日と平日、はい、悲しいボケですよね実はあのこれ 昔、父の日公演とかやってたけど、お客さんがあんまり入らないで、その一回きりだったっていう、実はありますね。母の日公演いっぱいありますけどね。あっちこっちの劇団がね。<laughs> なんという悲しいメール。金曜定期便さんの、正直それどっちも一緒でしょうって思っているもの。うん。ウルトラマンとおじさんの高いくしゃみ。これわかりません。<laughs> はあ、っていうやつですね二丁 <laughs> 兆円どうや俺多怪獣倒す時のチョップやる時にフッフッフ兆円どうやうんわかりますわかります <laughs> 続きましてお前ユエビさんの正直それどっちも一緒でしょうって思っているもの「<music> たっちゃんとかっちゃん」倍 y 南 ひどい。一緒じゃないよ。あれ一緒じゃないから、あの話があるわけでしょタッチ。ね呼吸を止めてですよ。ねはい。いえ,いえ、二人違うから、あのものがたりはあるわけであってね。似てるけど違うっていうところでしょあれはね。えー、ルパンが愛した藤子ちゃんの、正直それどっちも一緒でしょうって思っているもの。私の高校時代に神を三つ編みした神と、 那覇大綱引きの綱過去高校の頃髪が多かったから三つ編みしたら「那覇大綱引きの綱みたいこれで綱引きできるね」と言われていたはいありがとうございますじゃあ日本にしてね、うん、両方で引っ張るっていうね来年からやりますじゃあ中継やろうかな外国の人とかも一緒に引っ張ったりしてね、うん、<laughs> 続きまして えー、赤く染まった俺、仲介かさんの、正直それどっちも一緒でしょうって思っているもの。CEO と CEO。これはですね、チーフエグゼクティブオフィサー、最高経営責任者と、超偉いおじさん。 あら不思議読み方を変えても意味は一緒ああ俺もこれ次からこれって言おう CEO 俺 CEO になってからよ超えらいおじさんになってる <laughs> だいぶ違いますよとらわれ方がねチーフエグゼクティブオフィサーと超えらいおじさんなめてんのかって言われます多分ね名刺のこの話書いてたらねユンタンゼシーさんの「正直それどっちも一緒でしょう」って思っているもの キーーレンジャーとうっかり八兵 <laughs> ポジションがねいや物語のポジションがね、うん、そうっすね一緒ではねけど似た方のポジションであるな、うん、元4人中んの正直それどっちも一緒でしょうって思っているもの <music> カリフラワーとブロッコリーあーこれでもこんなん言ったらあいはチームぽっってかそういリーはずよ多分。 白いのがカリフラは、青緑がブロッコリーでさ。うん。あとトンドや。うん。いや、色だけかってなるけどね。いや、でも食感も違うよな、確かな。サバドゥンさんの、正直それどっちも一緒でしょうって思っているもの。首里出身と那覇出身。いい。これ、デージオ思う。バッターから見たら、ね、むろ、那覇中らせなうん、私は首輪中。スイン中。 種類の人ねうんおろこと種類は違うんでしょだからなんかねおろおろこはおろこんちゅうって言う言う,言うあやっぱりおんなしなでもその地元のわったアマンチュリアンドわったウルマでもねグシカンチュリアンド石カンチュリアンドってあるのと一緒ってことね、えー、タッえーデービルさんの「正直それどっちも一緒でしょ」って思っているもの 具志川出身のうちの嫁と悪党グループの指示役の女 <laughs> <laughs> おいやっちまえなテーブル一緒ってことだよね嫁がね「だめ <laughs> ふざけてるんじゃねえぞこの野郎」みたいなことを言うってこと家でね「あ一緒だな」っつって「マフィアの女と一緒だな」っつって <laughs> <laughs> 大丈夫かこれバレたら大丈夫かこれ 本名を言う今から。<laughs> 言うかや。<laughs> はい。ということで。じゃあですね。<laughs> 本日のベストギリストは CM の後発表しますので、はい。コマーシャル。はい。じゃあ本日のベストギリストを決めましょうね。はい。正直それどっちも一緒じゃないかって思ってるものね。首里出身と那覇出身、はい。いや、いや違うんだよ。 そうは言うけどって言うだろうけど俺なんかから見たら一緒じゃないかってことねシャバドゥンさんカカシら2時50分さん母親とサモハンキンポキョウイチコウですねタッペーデービルさんグシカ出身のうちの嫁と悪党グループの支持役の女はいおめでとうございます悪口ですよねもはやねはい <laughs> ということで今週も出揃いました 何となりは一緒じゃないかと。ねえ。玉ティロさん。乱暴怒りの脱出と、乱暴怒りのアフガン。中へ辻美香チュノツジビカモーケラチさん。百円玉と銀色に塗った十円玉。<laughs> 違うよや。青桐みかんさん。幸子おばさんの拝みの仕方と、静子おばさんの拝みの仕方。昭和の猫さん。金網デスマッチリングと、ラジオ沖縄の前の駐車場。 あれリングじゃないよや駐車場の方や <laughs> はいう正直一緒だろっていうねこうまさにこれだなって思います僕玉ティロさんの「乱暴怒りの脱出と」と「乱暴怒りのアフガン」<laughs> <laughs> これね川崎のシオンさんだったから誰かが「いやいやこれ放題の付け方がまずいんだよ」と「現代は全然違うよ」っていうことを言ってたんですけど「うん正直一緒だろ」っていうね <laughs> こ,とですね、これねはいおめでとうございます素晴らしいさあじゃあアンケート戻りまして実は儲かってる A が「はい」B が「いいえ」優しさ特命しときます皆さんこんにちは「色恋なんてぶっ飛び」特命さん今日のアンサー A です 五千万の土地をあげましたういし太っ腹実話だよゆたしですあと一件土地保持まだあるんかいはい優しさとごめんさんどうもありがとうございました一昨日言ってよ一昨日5 0 0万の土地あげたってうんあと一個あるよって言ってねえちょうだいでもなもらったらもらったでまたいろいろ税金かかるしな 簡単じゃないのよ土地ってね本当にねいいはずよって言うけど持ってるだけでどんどん税金かかるしねうんチャイロリンさんはいこんにちはアンケートを終え実はぼちぼち儲かっているよ2019年に株式投資を始めたんだけど40万ぐらい突っ込んで今の含み益は60万ぐらいになっているよ一応まだえ利益確定してないから数字だけ見てニヤニヤしてるだけだけどさはあ なんか変えててちっぽけだなと思ってしまったなんでいいさうんこんなのが楽しいんだよねえ、はあ、はいありがとうございますいいね1.5倍になってるな素晴らしいこんなのだから詳しかったらな俺も見ながら毎日一喜一憂してるんだはずな赤と温度坂と温度してや、はあ、でこんなのちょっと楽しいさねなんかね上がったらやっぱり楽しいしね うんはい、ヒープーさんティーサージパラ,パラリスナー様いつも楽しいアンサーメールを聞いて爆笑しています本日は北部移動しながらラジオを拝聴していますドミグスコ OB24 ーーですはいこんにちはいつも丁寧な書き方ですよね本日のアンサー A かな一応今年度4月から全社員対象に給与昇給があったおお 会社側としては若い社員の流出防止、物価上昇での対応と説明があったけれども、だけどいろんな物価が上がっているからどうだろう。あ、さっき某スーパーでエロザエルさん見たな。なんか渋い顔してこっち見てた。あこれ威嚇ですよ、威嚇。また午後も頑張って仕事しますので、ヒップさんも放送終了まで頑張ってください。今週も楽しく放送を拝聴させていただきましたありがとうございました。はい。 エルザルさん木が立ってる時はちょっとやっぱ威嚇しますからねつって,って誰かお前ヒッてうね、はい、バラナミ見せたらちょっと落ち着くかもしれないですよねありがとうございます <laughs> っていうか知ってるんだエルザイルさん知り合いなんだうんはいさいえー、これ優しさ匿名にしておきましょうね今日のアンケートをえまあまあかな一応好きなもの食べられるぐらいは稼げてるってば 東京に買った中古のマンションも2倍ぐらいの値段になってるから売ろうかなと迷っている。もっと仕事すれば稼げるけどバランスが大事だからちょっぴん仕事量を減らそうかな。今仕事の量と手間の割合が一番いい場所って言えばティーサージなんだよな。交代してくれんかねお、俺と特命さんの仕事を交代するんだったらいいですよ。この中古のマンションも交代するんだったら。2倍になってるんでしょ今東京で。東京で2倍言って言ったら、ハッシュレジテイヒ あはいありがとうございますえー、日さんこんにちはえー、優しさ匿名にしときますかねアンケート OA です一昨年から始めた積みたて NISA で多少は儲かっていますまあでも老後の資金なんでまだまだコツコツ積み立てしていく予定ですよ出た NISA、うん、これ一重百選 いや俺がこんな言うからだからリスナーも言うんだよね俺に「山ちょうだい」とか。